久しぶり。あそちょけのあると思います。まだ吟じてたんですね。お前のせいや、お前が煽り続とするからやな。いや、お前のせいですかね。お前のせいよ、本当に。結局お前や、続戦させよう。いや、僕は、じゃあ、あるんですかって。煽り続やってるぞ。でも、まあ、お前のせいって言いながらも、はい、実はサスもちょっと変えたいなって思ってたの。それはそうなんですね。まあ、久々のマハやんか。はい。やっぱね、これ、ね、鎖高がちょっと高いの。確かね、これ、まあ、340。純正がこれマハのやつ、はあはあ、320でやっぱ2cm 高いの。サスペンセンスってやっぱ結構な高さやから、はい、まあ、昔ケツ上げでね、まあ、その CBX とかね CBR とかも流行ってたやけど、まあ、この世代で言ったらそんなにケツ上げしなくてもねいいかなと思って、はい、でこのサスがちょっとあれやなと思って今向こうにテケゼの属車のやつあるやん、はい、あれをマルゾックス言ってるんだけど、はい、あれが325なの、はい、だからあのマルゾッキをマッハにつけて、はい、なるほど、マッハのこのマルゾッキをこいつにつけたらどうやろっていう、でこのペケジェの純正サスをペケジェに戻せばいいんじゃないのって順繰りやる。そう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 、これはいいアイディアだっていうことで今日はこのマルゾッキさんをこっちに移籍しようかなって思ってる感じ。これもねちょっとねペケジェも320なんだよね。だからこれも結局2センチ高なるよ。でもこの2センチ高なるのは全然いいと思う。こっちの2センチじゃねえよ、ね、高い。ちょっとほらつま先、つま先だちんこや、つま先だちんこ、うん、つま先だちんこや、はあ、でこっちって結構ほらあんこ抜いてないで、こっち結構ベコベコに抜いてる。あもう全然ですね。高さは全然、そこの2センチは確かに、こっちの2センチは別に大した2センチじゃないなっていう感じ、はあ、でしかも赤になるっていう、こっちはマルゾッキのまんま2センチ下がってくれて、こっちは赤にマルゾッキになって2センチ上がってくれるっていう、こんなさいいリサイクルないじゃんっていう。今日も作るの作らないのね、聞いてるよどっちなの、スルスルスタイルつけたサータビルダーズラストアリスト。はい、お願いします。はい、お願いします。マジで、まあ、しかもマルゾッキ鬼まみれだよ。やっぱそういうもんなんですね、ツイストの。まあ、逆にだから錆びないっていうのもあるけど、油の、そっかそっか、ね、コーティングされるからちゃびちゃだよ、本当に。こっちは別にマフラー外さなくていい、短いから。あ、干渉してないからね。コッパ入れて沈まないようにする。そうなの。サスパクる時ってこうやってやるでしょって。絶対真似しちゃダメですね。そう、これ真似しちゃダメ。危ないから、ね、いや、真似するも何もってことですけどね。ダイシンのマフラーってもう一人でもいいんですね、私の。軽いからね。あ、これ何回サスが外したかね、これ。何回外したかね、マジで。でもガスケット変えてから1回目ですからね、外した。極悪同盟結成の日ですね。そうだよな。思いつきでな。できる環境があるってことがまずありがたいよな。はい、オッケー。はい、終わりました。早いね。早い。コッパがあればね、さっさと落ちないね。これがあるだけで。昔。弱って、その佐世保に汚れた自分の自分の車を止めちゃって、いいホイールがあったらもう速攻ホイールで取られて、こういうホイールで終わりよ。そういうのって減ったんですかね、昔より。いや、減ったんじゃん。あ、なんか、俺の会社出てたんじゃん、なんかニュースで。あ、それあの、テケジェの稲中属車仕様は警視庁24時みたいので、はい、その、福岡で暴走族を壊滅するみたいので、はあ、昔の動画が出てきて、はあ、それで佐田君の稲中、はあ、卓球部のペケジェを思いっきり出てたすげえ数だった、押収されてるの。あれはだから一斉検挙でしょ。そう、一斉検挙。すげえ数だって没収されてたの。まあ、その中で一番ロケットカード率が高かったけど。あそういうバイクの末路ってどうなるんですか。なんか、いや、書いてみる、書いてみる。その代わりロケットカードが没収される。
こへ。そんなわけないじゃんね。泥棒や。泥棒やってるからあれやって、こういうやり方も知っとって。こういう風になっちゃって、はい、俺はレスキューしに行ったことが何回もあるってこと。あ、なるほど。そっか、いいよ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 、行ったらこうなっちゃってて、そうそう、ひどいなと。何回もだけ買ってました。なるほど。昔、XJR を純正オーリングがつくようになったんだよね。純正オーリング、要は、あのオーリングを標準装備するようになった時に、まあ、盗まれて盗まれて、社会問題ぐらいになるぐらい盗まれてたんだよ。だからヤマハが差し取れないような、はあ、やつとかつけてたよ、こういうところに。車のホイールも盗まれすぎるからボルトナット1個だけ ね、そうそうそう、違うボルトナットで、あのジャイロ外れないっていうのを、あのダッシュボードの中とか入れてね。それなくすと悲惨なんだよね。悲惨なと抜けないから。そういう経験ないやろ今の時代は、オースです。お前ポケベル世代？ポケベル使ってました。何歳の時？中学生だったと思う。どんぐらいっきよね。え？あのもう文字打てるやつ。文字打ててた気がしますね。俺がちょうど高校生のポケベルの時に、ちょうどあの1と2でいいとか、はいはいはい、文字が打てるようになったね。はい、LINE みたいに、はい、あれ画期的やったよ。だって当て字でやってたからね。14106とかで愛してるとか、084でおはようとか、うん、素敵よな。確かにあの変換表みたいなのついてましたもんね。 あったね。あった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 、 あった。横にポケベル何歳？俺20。え、携帯何歳？あのデジタル通貨とかが。いや俺21ぐらいの時にその携帯が出始めて、要はあの自分の会社の関連企業の人に売りなさいみたいな。でその時に売るんだけど、そこの企業はまだ電波が通じてないと思って。あったな、電波ないみたいな。そう、大変やったな今の時代。そうっすね、うん、高かったよ昔携帯って。で俺ら、俺公認の時に一応ドコモのドニーチョって思ったんです。でっかいので、もう毎日だったら払えんから、土日だけ使えるドニーチョってのがあった。ありましたね。あって、ドニーチョでも多分月何万かしたと思うね。中学生でここにポケベルつけて、白ベルトでこのポケベル、ピー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 みたいな。電話番号で支給みたいな。うわ、なんだよ先輩や。嫌やったもん、先輩にポケベルの金を持ってるの。で、デジタル通貨になって、そう。それでもドコモのなんかめっちゃ流行ったんですよ。あのシャンパンゴールドの P っていうドコモのめっちゃ流行ったの、はいはい、もうそれ持ってたらかっこいいみたいな、うん、でそれに光るアンテナつけてやね。あったね。めっちゃね、電話だったらアンテナ光るんだよ。ああったな。光るアンテナ、で光るアンテナをその先輩が新しいの入ってからちょっと買えやみたいなで、うん、なんかステッカー売りならぬアンテナ売りが流行ったら、それで加入する先輩持ったら、ね、伸びるアンテナとかね、こうなんか、あ、そう、無駄に伸ばしましたね。めっちゃ長いアンテナとかあったからね。懐かしいですね。懐かしい。退屈？ほら、おーわ、退屈よ。え？退屈っすね。おーかっけー、かっけー、かっけーない。あなた顔の上にかっけーない。久しぶりに出た。うーわ、渋いっすね。オースです。まずさ、高田さ、上をかましてさ、そしたら俺、ね、ジャッキちょっと上げるから、はい、これ、はい、ここに今ぶつかってる。えな、もうちょい、もうちょい、カマラ、こっちあるよ。あ、来ましたね。うわ、来てる。こりゃいいんじゃないですか。めちゃくちゃいいよな。はい。これはジローラモですか。まあ、言われこの間言ってたみたいにロケットカウルとか風防とか三段シートがない限りは。
よっ、ほら、いいっすね、マジで激震ちゃうじゃん。うち突っ張り角度でしてますね、こっち。え、あなたいい加減してくださいよ。え、ほら、こんなもんよ。あ、ぶちゃう、ぶち、ぶち突っ張り角度したね。あ、いいんじゃん、どう、いいと思うよ。どう持ってる時もある。またなってる時に、水平だから。いいよね、このラインが水平。うーん、下がってますもんね、うん、めっちゃかっこいいんじゃん、じゃあ、ほら、いいじゃん、いいじゃん。で、うわー、やっぱケツ上がることでちょっとスタイリッシュな感じになるんですね。かっこいいですね。でも、ある人もだけどね、うん、はい、もりしてないからです。はい、うん、マーシャル、そっか、これになってるのか。そう、これはもうあれなんですね、もう新しく入手しようとかしなくて、うん、あれ今からあれどん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 、はい、よーいよー、はい、よー、いいですか、はい、いいですか、 今ちょっと見える、はい、今白ね、この辺も、はい、まず黄色入れて、あーもう絶対黄色、お疲れした。あ、もう120%黄色だったね、うん、見た、はい、見ました、見た、これを 120% 黄色だったやろ、思っちゃいました、見て、あーもう一気に属者、あれ風貌つけない代わりです、そうそうそう、風貌つけない代わりです、風貌つけない代わりに、風貌つけない代わりに、いや、これちょっとまたやばくなってきたね、いい感じ、いや、結局属者っぽくなんだよな、俺のバイクって。何回も聞いたことあるそれよ。でもいいの、俺が楽しいから、自分の好みにカスタムしてる、そう、いや、これはこう、なんて、これはこう、タックシュってこれはこうだろ、素人の僕が言うのもあれですけど、そうやろ、これはこう、これこうじゃないとおかしいやん。絶対に
これはいい、これはいいよね。あこれ1個でこんなに変わるんだもんね。いやマジでこれにこれより合うライト持ってる人おったら招待状状態だったんですよ。もうこれ以上ないぐらい決まったじゃん。いやこれもうこうなったらチェーンカーがいらんすよ。いや正直俺もねつけてる時にいらんなと思って。外しいっすか。はい。チェーンカバーいらなくなるんですか。いやこれデッキが赤を消してるから。よいしょ。はいよ、はいよ。いやかっけーですね。チェーンカバーいらんかったっすね。これでまた赤がグッと目立つだろ。ホイールがそれ言うてんねん。この疲弊したグリップはどうされますか。赤します。だってもうさ、これさ、色うんぬんの前にさ、もうグリップとしてちょっとダメだよ、それも。そう、あれいつもグリップ、ね、機能してないですよ。ねえ、これほら、もうグニョーンって一周しちゃうんだから、ほら。大丈夫だから、乗りやすいは乗りやすいんじゃない。劣化した。超劣化してた。やっぱ柔らかくなって、エアコールしすぎてね。あかんなこれ。こうなってるんだ。でここのさ、多分内側のあれでやってるからこの分がでかいんじゃない。はい。だから無理くり入れれば入るけど、ここまでぐらいしか入らないの。いやそこにさ、そんぐらいまでしか入らんけど、まあね。あ、もう一個あるよ。おお、この方がいいよ、絶対。あ、トマゼリいいね。トマゼリ、あ、いいね。あ、いいっすね。あ、いい。あ、いいよ。これはね、もうここの引っかかりがあるから。これどうするんですか、これ。そう、またがって自分のここにちょうど来る感じ。どうやってんすか。これが引っかかるんですよ。良くないよ、これ。え？よくないよ。殺しやすい。これは良くないな。これ一番引っかかるから。いやだからそのトマゼリさん良くない。トマゼリさんは、あれですよね、そのアクセルのレスポンスよ、はい、そもそもは。そもそもはですよね、はい。いいじゃん。いいね。やっぱさ、茶色だよ。茶色っすね。なるほど。よし。これはもう完璧のペイ。300色あんね。本当に感動します。いろいろあったから。いろいろ。塗装で汚れるかもしれんときに白で恐怖を味わうときね。もうとんでもねえ。この気合の入り方を大平先生に認めてもらいたいな思って。すごいな、もう知らんところで戦いが戦ってんねん。